ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙ってさ、YouTube やってなかったら何になりたかったの？なんだろうな、安定した職業にでもついていたかもしれないな。そうなのね、でも一体どんな職業が安定しているのか私にはわからないけど。そういう霊夢は何になりたかったのか？なんだろう、考えたこともなかったけど、もし叶うのであれば妖精になりたかったな。何を言っているのだ？そもそも妖精って職業じゃないし。いや、まあ妖精になりたいというか、何も考えずにのほほんと生きていきたいってことよ。それはただのニートじゃないか。まあ霊夢らしくていいかもしれないけどな。ああ、そういえば最近面白い仕事を見つけたのよ。無重力空間で作業するアルバイト。何それ？フライパン返し、引っ越しの梱包、コップに水を注ぐ、ゴミ集めみたいなのを無重力空間で行うアルバイトよ。宇宙ステーションの開発とか、宇宙エレベーター構想のために無重力でもサービスを提供できるかの実験らしいよ。ほう、そのアルバイトは初めて聞いたわ。世の中には面白い仕事ってあるものだな。まだまだ知られていないことがこの世界にはたくさんありそう。ところで今回はどんな話をしてくれるの？よし、じゃあ今回は世界で最も有名な精霊、妖精獣戦を紹介していくぜ。妖精、来たー。ついに私のなりたい職業ランキング1位が来たわね。妖精が職業として成り立つとは思わないけどな。まあ霊夢のために持ってきた話だ。よし、じゃあ早速本題に入りましょう。それじゃあゆっくりしていってね。今回は精霊と妖精の2つを紹介していくけど、まず霊夢、精霊と妖精の違いはわかるか？なんだろう、男が精霊で、女が妖精？ああ、そう考えるかもしれないな。でもこの2つは微妙な違いがあるぞ。まずは精霊だ。精霊は草木や動物から大気など自然界腹に存在する全てのものに宿っている超自然的なものだ。へえ、そうだったのね。うむ、基本的に精霊は目に見えないものとされているぞ。そして妖精。妖精も自然界に存在するものに宿るものだ。基本的には精霊の一種なのだけど、精霊とは違って姿形を持っているぞ。じゃあ妖精は精霊の一種で、目に見えるものなのね。うむ、妖精は女性の姿をしていることが多く、そして人間と遊んだり、力を貸してくれたりもする。反対にいたずらをして困らせることとか、意志や人格を持っているのも精霊と異なる部分だ。確かになんとなく妖精って女性っていうイメージがあるわよね。よし、じゃあここからは精霊、妖精の紹介だ。一人目はシルフ、ヨーロッパに伝わる風の精霊だ。16世紀の錬金術師、パラケルススによって考えられた四大精霊の一つだぞ。おお、いきなり四大精霊の登場ね。うむ、シルフは人間と精霊の中間的存在とされ、美しい女性の姿をしているとされている。シルフィードという女性型で呼ばれることもあるそうで、姿を消すこともできるらしい。姿を消すこともできるの、かっこいい精霊ね。歳をとってもその要望が衰えることはなく、とても自由奔放で浮気っぽい性格をしているのが特徴だ。ああ、浮気っぽいのか、じゃあかっこいいとは言えないかもね。低粛な女性は死んだ後、シルフになることができると言われているぞ。だから霊夢はしとやかに生きろ。しとやかに生きていれば来世はシルフになることができるのね。よし、頭に入れておくわ。二人目はウンディーネ、ヨーロッパの川や湖に住む水の精霊だ。これもまた人と精霊の中間的存在だぞ。人間と同じ姿をしていて、男も女もいるけど、多くの場合は細身の美しい乙女だとされている。おお、細身で美しい乙女って、もしかして私のこと言っているのかしら？もしや前世はウンディーネだったかも。そしてウンディーネはしばしば恋に落ちることがあり、他の精霊よりもその割合は高いそうだ。ウンディーネは魂を持っていないけど、人間と結ばれて子を産むと魂が与えられていると言われているぞ。ちゃっかり無視されたわ。そしてウンディーネと結婚した夫は水辺で決して自分の妻を罵ってはいけないらしいぞ。これを破ってしまうとウンディーネは永遠に水の中に戻らないといけなくなってしまうらしい。なんかディズニー映画みたいなストーリーね。そしてこれ以降男は他の女性と結婚することもできないそうだ。もし仮に再婚しようなんて思ったら、ウンディーネが男の命を奪いに来るって話だからな。じゃあしっかりと掟を守りながら付き合っていかないといけないのね。ちょっと面倒くさいかも。三人目はサマランダー、パラケルススによって四大精霊の一つとされた火の精霊だ。ローマの首都火山の神ウルカヌスからブルカンとも呼ばれているぞ。ブルカン、かっこいい名前ね。どんな精霊なの？サマランダーは錬金術師たちが鉛から金を作り出す時の温度計代わりに使われているそうだ。炎が転換に必要な温度に達するとサマランダーが円の中に飛び込み浮かれ騒ぐらしい。へえ、四大精霊なのに温度計なんかに使われてしまうのね。サマランダーはトカゲの姿をしたモンスターとされることもあるけど、実際は人の姿をしている。情熱的な女性は死んだ後サマランダーになると言われ、美しい女性の姿をしているらしいな。ふむふむ、情熱的な女性も悪くないわね。
4人目はノーム、パラケルススによって自然界の4大精霊の一つで土を司る精霊だ。別名ピグミーとも呼ばれ、女性型はノーミードでゴブリンやドワーフといった妖精もノームの仲間だぞ。ノームってなんか聞いたことある気がする、某アニメの悪役の名前だった気が。ノームは老人の姿をしていて体長は12センチほどの小人で地下世界に暮らしているぞ。その地下では財宝を守っているらしく、地下にある金や銀の鉱脈に精通していると言われているそうだ。体長12センチって相当小さいわね。その姿でしっかり財宝を守れるのかしら。そしてノームはとても勤勉な種族で、それと同じくらい食欲も旺盛。土で折った服を着ていて、赤い三角帽子、青いマントという派手な格好をしているらしいぞ。その服装は彼らの成長に合わせて大きくなっていくとされている。食欲旺盛の割には相当小さいじゃない。ちょっと弱そう。霊夢、精霊に弱そうなんて言ったら罰が当たるぞ。あー確かに、撤回いたします。男は皆胸まで垂れ下がる髭を蓄えていて、女のノームでも350歳を超えると産毛が生えてくるらしい。産毛って、やっぱりちょっと弱そうね。おい。2人目はドライアド、ギリシア神話に登場する樹木の聖ドリュアスの英語読みだ。樹木と運命を共にする精霊だとされているぞ。ドライアド、自然界の女王って感じがする。ドライアドは小柄で緑色の髪の美しい女性で、年を取ることはないとされている。でも強い力を持った精霊だ。見た目に反してかなり危険な存在らしいぞ。根っこをムチのようにして攻撃してきそうね。それに近いな。ドライアドは木の後ろに巣を作るミツバチたちをつなげて自由に操ることができるぞ。彼女を怒らせた人間を失明させてしまうこともあるって話だからな。でも人間に頼み事をすることがあるそうで、それを聞いてあげるとそれなりのお礼もしてくれるそうだ。じゃあ優しく接していれば決して凶暴化することはないってわけね。うむ、そのドライアドはカシの木に住んでいると言われ、木が枯れると一緒に死んでしまうらしい。木から離れすぎてしまっても、生きていくことができないそうだぞ。かなり行動範囲が制限されているのね。6人目はニンフ、ギリシアの伝承に登場する精霊たちの総称だ。女神と人間の中間的存在らしいぞ。山や川、森、町などいろいろなところに住んでいる精霊だ。さっきのドライアドに比べてこのニンフはどこでも生活することができるのね。うむ、ニンフは普段歌を歌ったり踊りを踊ったりして楽しく暮らしているそうだ。とても純粋無垢な性格が持ち主の精霊だぞ。まさに霊夢だな。うわぁ、この精霊とてもいいじゃない。自由で何も考えずに生きている人生ね。まあそうだな。ニンフは若くて美しい少女の姿をしていて、人間や神々と結婚して子供を産むことも多い。ちなみにニンフは人間の7290倍もの寿命を持つと言われているぞ。とんでもなく長生きする精霊ってことだ。最高ね。今の段階ではこの精霊に一番なりたいと思うわ。そしてニンフには様々な種類が存在するぞ。海のニンフはネレイです。森のニンフはアルセイです。泉のニンフはナイアデスと呼ばれているそうだ。それぞれどんな特徴があるの？木のニンフはとてもすばしこくて足が速い。海のニンフは楽器が得意で下半身が人形になっているそうだ。そして泉のニンフは未来を予言する能力を持つと言われているらしいぞ。へえ、それぞれ全く違った能力を持っているのね。私は海のニンフがいいなぁ。まだ精霊になれると思っているのか。7人目はエアリアル、ヨーロッパの空気の精霊で、シルフと同一視されることがあるそうだ。ああ、さっき紹介していた、四大精霊のことね。うむ、ヘブライ語では神の炉を意味するアリエルと呼ばれている。シェイクスピアのテンペストをはじめとする、多くのフィクションに登場する超自然的存在の精霊だぞ。シェイクスピア知っているよ。エアリアルはどんな特徴があるの？エアリアルは体が小さく優美な翼で、治水下風の四大元素の中を自由に飛び回ることができる。激しい嵐を起こして船を難航させることもあるそうだ。悪者じゃない。でも不思議なことに、船に乗っている人間には髪の毛一筋の傷さえつかないって話だ。すごー、ただただ荒波にするだけなのね。8人目はエルフ、もともとゲルマン神話の起源を持つ北欧に伝わる妖精の種族だ。エルフという名前は、元はこのノルウェー語のアールブから来ていて、妖精という意味も持っているぞ。アールブには太陽よりも美しい妖精アールブ、デックアールブが存在するそうだ。3つの種類のアールブが存在するのね。うむ、もともとは見た目も大きさも人間と同じくらいの妖精だったらしい。でも時代につれて背丈も小さくなってきて、小人の妖精と言われるようになったそうだぞ。どれだけ年ごとに小さくなっていくのよ。エルフは男女ともに若く美しく、人間が見れば一目惚れせずにはいられないって話だ。時折、人間と本当に恋に落ちることもあり、ハーフエルフが生まれることもあるそうだぞ。ハーフエルフ、よし、婚約相手、決まったわ。身のこなしも素早く手先も器用で、己の扱いに長け、魔術も使いこなすそうだ。豊富な知識もあり、人間に言葉や文字を教えたのはエルフだとも言われている。いや完璧すぎる、可愛いと思って声かけたら。
中身も最高だったみたいな超テンション上がるパターンじゃない。まあそうかもな。ちなみにエルフはあまり寝ないそうだ。寿命は人間の2倍もしくは不死とされているぞ。一般的には森の中に住んでいると言われているけど、異次元に住んでいるとも言われているみたいだ。じゃあ森の中に行けば会えるのね。まあ霊夢は森の中で迷うタイプの人だから、行かないことをお勧めするぜ。それは間違ってないわ、私、こう見えても方向音痴だからさ。こう見えてもって、そう見えているけどな。9人目はドワーフ、ドイツやスイスの産地、北欧に住むと言われている小人の妖精だ。ドイツの北東バルト海沿岸の幽玄島には白ドワーフと黒ドワーフがいると言われているぞ。この妖精も2種類存在するのね。うむ、ドワーフは身長1メートル前後で、髪は長く、赤毛やクリ毛の体毛を持っているそうだ。男は地面につくほど長いアゴヒゲを蓄え、三つ編みにしているものもいるらしい。あら、おしゃれな妖精じゃないの。でもアゴヒゲが地面につくほど長いのはちょっとね。寿命は200年以上とも言われ、屈強な体を持ち、地下世界で穴を掘って都市を建設しているそうだ。ちなみに人間とドワーフのハーフはウムリ族と呼ばれているぞ。またハーフ、頻繁に人間と出会っているのかしら？どうだろうな、ドワーフは陽気な性格で、酒を飲めば歌を歌ってたちまち宴会に発展するそうだ。暗いところでも夜目がつき、これは紫外線を見ているからだとも言われているぞ。へえ、いつかはドワーフさんたちと宴会を開いてみたいね。鉱山や鉱石を発見する能力に竹、鉄を、採掘し、石膏などの職人で、集団で生活しているぞ。作ったものに魔力を込めて不思議な能力を授けることができ、昔神々が使う武器を作ったこともあるらしいな。妖精の持つ強力な力って、とんでもなさそうね。よし、最後だ、10人目は、人。妖精、精霊、霊気、魔人などと訳されるもので、アラビア世界の精霊の総称だ。人とは複数形のことを言い、単体ではジニー、女性形はジンニャーと言われているぞ。いかにも強そうな精霊が最後に出てきたわ。人の起源についてはよくわかっていないそうだけど、知性ある存在だと言われている。アラビアンナイトに出てくるランプの星が有名だな。あ、ランプの星、アラジンのジニー。コーランによると、人間は土から作られ、人は灼熱の炎から作られたとされている。人には実体はなく目にも見えず。出現するときは煙や曇りのような渦巻く気体として現れるそうだ。それからだんだんと人間や巨人、蛇、ジャッカルなどの姿に変化するらしいぞ。へえ、ちなみに人はどんな力を持っているの？空を飛び回ることとか、天界に行った天使の話を盗み聞きすることができるそうだ。廃屋や川、井戸、市場、砂漠などの人のいる場所なら大体のところに出現するらしいぞ。人は人間の及ばない知恵と力を持っていて、イスラム教が広がる以前から人々に信奉されてきた存在だ。人にもイスラム教徒の人とそうでない人がいるそうで、良い人もいれば悪い人もいるって話だ。まあもしかしたら霊夢の近くにいる人は、悪い方の人かもしれないな。やめてよー、そういうこと言われると夜眠れなくなってしまうの。霊夢はまだまだ幼稚だなー。今回は10人の精霊たちを紹介したけど、他にもたくさんの精霊が存在するぞ。また他の精霊たちを紹介するつもりだ。霊夢、最終的にはどの精霊になりたいと思った？んと、私は私のままでいいかな。なんか怖くてそれどころじゃなくなったわ。え？悪い人が近くにいるかもしれないって言ったからか？どれだけ怖がりなんだよ。まあでも面白かったから、続編も絶対に出そうね。そうだな、楽しみにしていてくれ。ということで、世界で最も有名な精霊、妖精十選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。